ウルトラにメカ。完成度が高いよね。できてるわ。これはすごいヨーヨーですね。もうとにかく何も考えずに一押しっていうヨーヨー。そろそろ最後にしますか。はい。はい。だいぶ早いんですけど、じゃあね、もう最後、もうとにかく何も考えずに一押しっていうヨーヨーを持ってきてもらったんで。これやばい。これ誰も知らないと思うよ。なんすかこれ。何これ。何これ。これはね、うん、千堀産業っていうおもちゃ屋さんが作っているウルトラメカっていう。ウルトラメカ、ウルトラメカっていう。ウルトラにメカ。ウルトラメカ。ページ見てよ。すごいね。ウルトラメカ感だいぶありますよ。だいぶウルトラメカだねこれ。ちょっとあれみたいですね、パッケージが、うん、トムクーンとか。ああ、そうだね。多分そういうとこから影響を受けておもちゃとして作ったんじゃない。なるほどね。千堀産業さんの超メカチューンモデルヨーヨーウルトラメカ。ツインクラッチシステム、ハイバランス、ダブルベアリング。ダブルベアリング、グーなの。本当だ、スペル違うわ。U いらないね、これ。ダブルベアリング、グーってなる。え、なにこれ、ビーフケーキってこと？あ、違うんすよ。そこがね、推しポイントで。こいつビーフケーキじゃないのに、ベアリング2個入ってて、ちゃんと意味がある。これもう全然マジで意味がわかんない。マジ意味がわかんない。マジ意味がわかんない。何も想像できない。え、すごっ。え、なにこれ。やば。ベアリング2個ついてるわ。え、すっごい。どういうこと？どういうことですよね。うん。これちなみにクラッチ2つ、両面にクラッチついてるんですよ。普通ブレインとかだと片側にしかクラッチついてなくて、片側はダミーみたいになってるんですけど、このウルトラメカは両面にクラッチが入ってて、それがね、もしかしたらそのダブルベアリングのクラッチは全然関係ないです。関係ないんだ。いや。まあなんか、ここにベアリングはまんのよ。ああ、この溝のちょうどね、このスターの下というか。はいはいはい。で、クラシックの部分がヨーヨーでいうベアリングのところになってて、車輪みたいに二軸でこのベアリングで本体支えてる。なんでこいつができることと何が良くなるかっていうと、今まで僕らヨーヨー作るときって C サイズとか D サイズに縛られてたわけじゃないですか。だから、すごい大きいヨーヨー作ると引っ張られたりとか、ああいうのあるよね。そういうのから解放される。ベアリングサイズをプラスチックのスプードで好きな形で作ればいいんで。なるほどね。で、そのヨーヨーとの接点にベアリングを入れとけば、実際のそのベアリングになる部分っていうのは、このスプードだからスプードを自由な形にできるんで、ベアリング、まあいわゆるこの金属のベアリングの食器を好きな形でデザインできるようになるし、インチサイズのベアリング使ってたけど、まあこのKに合うようなベアリングを1個決めてしまえばいいよね。そういうことね。だからこのクラッチが解放されると、このベアリングが経由してここでも回転するよっていうことだね。基本的にはベアリングが回ってる感じだよね。クラッチが解放されるとね。で、今軸で左右のボディつなげてる。なるほどなるほど。ただ欠点がまあそこまで考えたようじゃないから、ここの軸がこの白いベアリング部分にあるじゃん。本当は触れてないのがいい。ここは回転するわけだから。あ、そうだよね。そうだよね。ベアリングにしか触れてちゃダメなんで。そう、この白いスプードには本当は触れちゃいけないから、もっとこっちのスプードをでかくするか、こっちの金属の軸をもっと細くして硬いやつにするかして、絶対に触れない状態で車輪にしてあげたら、そうだね。いろんなロスがなくなるし、そう、ヨーヨーとしての完成度はもっと上がる。ってことはマジダブルクラッチはマジで意味ない。意味ない。そこのダブルベアリングにすごい意味が。これダブルクラッチにしてる意味全くないっすよね。まあおもちゃだから。そうでもすごい考えてるっていうか、すごいっすねこのシステム。そうするとベアリングサイズに縛られないでっかいヨーヨーとか作りやすくなるし、オフストみたいにでかいヨーヨーだったらこういう細かい機構とかも入るんで、オフストでもなんか面白いことができるかもしれない。これはちょっとすごいね。すごい。ループ用の形してるのがもったいないぐらいね。国産なのこれ。あ、メイドインジャパンだ。メイドインジャパン。まあ、日本のおもちゃ屋さんが発注して作ってるから、全部日本で作ってるかわかんないけど。何年なのって言うわかんないんだよな、これ。なんか、ある日突然メルカリに出てて。これ電話してみたらいいじゃん。あ、まあ、しかも近いからさ。そうだよね。千森産業近いからですね。ダブルベアリングだけどビーフケーキじゃなくてダブルベアリングがちゃんと意味がある。ね、ちゃんとね、機能してるっすね。後で回してもらいたいんだけど、意外とちゃんと回る。いやなんかさ、そのボディの構造的なのもおもちゃっぽさが少ないっていうか、ちゃんとしてるよね、持った感じもね。すごいわ、すごいの来たわ。で、本当にどこで売ってるかわかんないね。もう工場行くしかないよ。いっぱいあるよ、多分どっかのお祭りのくじ引きとかで出て、不用意に手に入れちゃった人が全然いらないからメルカリ流してるって、そういうのしか見つけられてないから。そういうことね。いろんなこの基準とかも通ってるんですよ、これ見るとね。だからもうちょっとなんか高いんじゃないの？だから正規価格はわかんないんだよね。なるほどね。もしね、情報を持ってる方いたら、フリマ以外で見たことがないです。そう、情報を持ってる方いたら僕のメールアドレス入れとくんで、まあコメント欄でもいい。情報お待ちしてます。千森産業のウルトラメカですね。ツインクラッチシステム、やばい、ハイバランス、ダブルベア、ロングスリーブ、オートリターン、スーパートリックっていうね。そう。やばいな、これ欲しくなってきた、これ。やばいよ。ね、やばいね。このベアリング構造の余裕他にないじゃん。発明ですよね。発明だね。すごいの来た。金子さんとか知らないのかな？どうなのね、聞いたら知ってるかもしれないけどね。でも、これをパッケージ見て、興味出て買うかっていうと、それはなんか、ようようやってる人ほどない気がする。確かに。なんで買ったんですか、これ。友達が買って、写真送ってくれて、何これ、軸回りやばいなと思って、実物買ってみたら、構造的にすごいじゃんと思って。もっとやばいっていうね。いいじゃん、これ俺やりたいと思って、研究しようと思って。なるほどね。そうそう。東くんがやばいって言ってるのって、あれなんですよね。その、ヨーヨーのベアリングの直径と、ヨーヨーの直径のバランス取るのって結構難しいっていうか。まあ、限界があるよね。そうそう、制約があるんですよね、やっぱりね。だから、ヨーヨーの直径が大きくなりすぎると、投げ出しがものすごく重くなる。ね、引っ張られる。遅れてくるようになる。そうね。トルクが、とか言う。そうだよね。後から糸がほどけない。そうそう。投げても糸がほどけないから。だからこうちょっと伸ばした状態で投げたりするみたいなことが発生する。それがだから70ミリぐらいから出るか。そうだね。実際細かく言うと60ぐらいからもう出始めてるなって。C サイズに対して60とかだって。ものによっては出だしてるなっていう。でも最近うまいからみんな。そうだね。わかんないんだけど。まあ確かにウィザードとかそんな感じだね。そう。ね、設計のこうノウハウでなんとかごまかしてはいるけど、でも昔の直径大きいヨーヨーってやっぱ遅れてきたりするし。あ、そうだね。ギャップも狭いからね。っていうので、それこそこれをうまく考えていくと、こんな大きいヨーヨーができるかもしれない。普通に投げられるヨーヨーができちゃうかもしれない。しかも大きいってことはめっちゃ回るってことだしね。どうかな。違う遊び方ができることをやりたい。なるほどね。今オフストリングとかカウンターウェイトとかワンエイとかそういう枠組みを超えて、新しい遊び方をもできるヨーヨーが作れるんじゃないかな。確かに。これ言っちゃっていいんですか、リーダー。誰かやっちゃうかも。やっちゃったらやっちゃったでいいよ。そしたらそれが先行になってまたメーカーが追従してこういうの話する。そうだね。しかもなんかノウハウがそこでできるわけだからね、一つね。誰かが最初っていうのは別に気にしてなくて、でヨーヨーとしての遊び方とか提案が増えたらいいじゃないですか。確かに。それでもでかいよね。さっき言ったように 70g ぐらいでもうカンストというか頭打ちになってるサイズ感がバーンって開ける可能性がある。投げて楽しい、遊んで楽しいものができたらそれでよくて、それでね、競技で勝つ必要はなくて。そうだね。しかもやっぱ大きくなればなるほどこう遠くから見た未来も良くなるしっていうのがあって、やっぱパフォーマンスとかのプレイヤーの方が使ってるのって大きいじゃないですか。あれってすごいストレスがある中で使ってる方もいると思うんだけど、そういうのも解消されるっていうのもあるし、まあいろいろ可能性が広がりますよね。なるほど。こんなウルトラメカで俺話膨らむと思わない。これはね、すごい機構が出てしまったね。ちょっとあれですね、語り足りないぐらいかもしれない。なんか収録時間は今いい感じなんですけど、ね、どっから出てきたんだろうと本当に思ってて、ね、もう電話した方がいいですよ、これ。ここに電話して会社があったら行きましょうよ、ここ。ああ、いいよ。千森産業。川越市。あ、そんな遠くないですね。全然行ける。ね、これさ、設計した人すごいね。ね、構造設計としてよくできてると思うよ。ね。その人すごいな、会いたいですね。この構造でヨーヨー作らせてくれて、一緒に作りませんか。でこんな変なヨーヨー見つけたらご一報ください。そうですね。ぜひぜひ。っていうか詳しくもし知ってる方がいらっしゃって、実はこの千森産業さんの設計者と知り合いだような。そしたらまたね、僕と東君とその方を呼びして、ウルトラメカ深掘り会。深掘り会ですね。開発秘話。はい、あんのかな？あるでしょ、絶対。ちょっと予想と斜め上の方向だけど、すげえ面白い話になりました。今回は、じゃあ、ハイドランジェラから、東君に、来ていただいて、設計者から見た、このヨーヨーがすごいというのをね、ご紹介していただきました。ハイドランジェラさんもね、めちゃめちゃ面白いヨーヨーをいっぱいたくさん作ってるので、ぜひね、ハイドランジェラさんもお待ちください。東君からなんか一言あれば、ハイドランジェラ。いや、そこは今日はなしでいいかな。はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ皆さんもどうも最後までありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、次回もね、ちょっとシリーズとしてできればなと思ってるんで、はい。第2回、第3回ぐらいまではなんとなくこの人に出てもらおうかなと思って、次回もお楽しみにしていただきます。はい、どうもありがとうございます。どうもお疲れ様でした。お疲れ様です。すごいですよ。すごい。なんだろう、もうバインドしちゃうかって感じになっちゃう。っていうレベルですよね。すごい。よくできてるわ。本当昔のハイパーは凌駕してますよね、性能的に。完全に凌駕してる。めっちゃ回るな。なんだこれ。すんご。ちょっと投げてクラッチもちゃんと効いてるな。そうなのよ、そうなのよ、そうなのよ。すげえ。これ伊藤さんも買いますよね。これ買う。これは買う。買いますよね。いやマジでこれ東君があんだけやばいやばい言ってるのめちゃめちゃ振ってみるとわかるっていう。わかる。ステルス形状だったらこれだってもう。外で持ち出すのこれでよくないってなるぐらいのねえねえ、確かにすごいヨーヨーだよな。ウルトラメカということでも東君の噂にたがわぬ調整能すごいヨーヨーですね。マジですごいヨーヨーですね。すごい。